この人が15年後のオカリンなん？きっとそうだよ。あのね、なんとなくオカリンに似てる気がするもん。メールは受け取ったか？テレビニュースを見るんだ。すでに見たならばこのまま聞いてくれ。はじめましてだな、15年前の俺。わあ、15年後のオカリン、声が渋くなってるよ。俺は2025年からこうしてムービーメールを送っている。原理については D メールと同じだ。お前はこのデータ世界線到達とともに電話レンジカッコカリを破棄した。そうだな。しかし俺は、お前は1年もしないうちに再びタイムトラベル理論と向き合うことになる。向き合ってもう14年、それが俺というわけだ。その過程で36バイト以上の容量を送信可能な D メール送信装置を作ることに成功した。このムービーメールを聞いているということは、お前はクリスを救うことに失敗したということだな。さぞ辛かっただろう。お前の気持ちはよくわかる。なぜなら俺は15年後のお前なんだからな。そうだ、俺も失敗した。失敗したまま15年が過ぎたよ。なぜお前にあえて失敗させたかわかるか？必要なことだった。その失敗後の15年間、俺に執念を与えてもらうためにな。お前はクリスを助けようとして失敗した。お前自身がクリスを殺した。その悔しさ、その罪悪感が2025年にこの計画を完成させた俺へとつながったんだ。その執念があったからこそ、俺はこのムービーメールをお前へと届けることができたんだ。知っての通り、世界はアトラクタフィールドにより収束を起こす。普通にタイムトラベルするだけではクリスを助けることはできない。だからあえて一度失敗することでこうして因果を作った。下ごしらえのようなものだ。お前が失敗してくれたおかげでこの15年、俺はひたすら研究に明け暮れた。ドクター中鉢が世界にタイムトラベルの論争をもたらし、世界中が戦争への道にひた走る中で、俺は力を送って独自にタイムトラベルの研究を続けた。鈴葉が使っているタイムマシンは俺と誰の研究の賜物だが、その基礎理論はセルンが構築し、お前がなかったことにしてきた世界線においてマキセ・クリスが発展させたものだ。型式は C204 型。 C とはクリスティーナの頭文字だ。それが意味するところは理解してもらえると思う。とにかく因果は成立した。計画の最終段階について話そう。ダイバージェンスを変え、未知の世界線シュタインズゲートへ到達する計画だ。ちなみにシュタインズゲートと命名したのは俺だ。
なぜシュタインズゲートなのかはお前ならわかるはず。特に意味はない。そうだろう。そのシュタインズゲートへ到達するのに必要な条件は2点ある。1つ、マキセ・クリスの命を救うこと。1つ、ドクター中鉢がロシアに持ち込んだ中鉢論文をこの世から葬り去ること。だがその過去を変えようとしても無駄だった。お前は今そう思ったはずだ。世界は収束してしまう。その力が過去改変を許してくれなかった。そうだ。だが方法が間違っているだけだ。お前はクリスを助けることができる。いいか、よく聞くんだ。あの日7月28日、最初のお前は何も知らずにドクター中鉢の発表会に来ていたはずだ。その最初のお前自身が見たことをなかったことにしてはならない。それは確定した過去であり、世界線が収束した結果だから。だが騙すことはできる。どういうことだと言いたいのだろう。そう焦るな。これから説明する。騙す相手はお前自身だ。最初のお前は血まみれで倒れているマキセ・クリスを目撃している。それを見ていなければこれまでのお前、さらにはこれまでの俺のあらゆる行動がタイムパラドックスとなることはわかるか。クリスの死を目撃したお前が D メールを送ったことで、それはエシロンに捕らえられてセルンの知るところとなった。アルファ世界線で経験したことを思い出せ。そこで起きたのは真由美の死だけではないはずだ。お前は生きているクリスと再会した。彼女を無理やりラボ面に迎え、共にタイムリープマシンを作った。わずか3週間だったが、お前はマキセ・クリスという一人の人間と共に過ごした。今そこにいるお前は、今ここにいる俺は、7月28日にクリスが死んだこのベータ世界線だけで生きてきた岡部凛太郎ではない。お前の記憶にはアルファ世界線へ行き、クリスと共に生き、真由里を救うために多くの思いを犠牲にして、それでももがき続けた3週間の経験が存在しているはずだ。血まみれでラジカンの暗い通路に倒れているクリスの姿を見なければ、お前は誰に D メールを送ることもなかったし、それがエシロンに捕らえられることもなかった。その後クリスに再会した時、お前が妙なことを口走ることもなく、クリスがお前に興味を抱くこともなかった。そして今そこに立つお前がタイムトラベルしてでもクリスを助けたいと思うこともなかったんだ。2025年の俺がシュタインズゲートに到達するための計画を立てることもなく、2025年の俺がこうしてお前にムービーメールを送ることもなく、誰と共に2036年までにタイムマシンを完成させることもなく、鈴葉がタイムマシンでお前の元へ現れることもなかった。お前が経験したわずか3週間の世界線漂流を
否定してはいけない。なかったことにしてはいけない。いくつもの世界線を旅してきたからこそ、クリスを助けたいと強く願うお前がそこにいる。クリスを助けたいと願い、その後の人生すべてをタイムマシン開発に捧げた2025年の俺がいる。お前が立っているその場所は、俺たちがクリスを助けたいと願ったからこそ到達できた瞬間なんだ。世界線をどれか一つでも移動しなかった俺では、その瞬間へは到達できなかったんだ。全て意味があったことなんだよ。俺の計画の下準備は完了した。あとはお前次第。最終ミッション。オペレーションスクルドの概要を説明する。確定した過去を変えずに、結果を変えろ。血まみれで倒れているマキセ・クリスト。それを目撃した岡部凛太郎。その過去は確定している。だが逆に言えば、確定しているのはそれだけだ。最初のお前を騙せ、世界を騙せ。それがシュタインズゲートに到達するための選択だ。健闘を祈るぞ、狂気のマッドサイエンティストよ。エル、プサイ、コングル。33歳にもなって、何バカなこと言ってるんだ俺は。最初の俺を騙せとか、世界を騙せとか、12秒もいいところじゃないか。いいだろう、やってやる。それがシュタインズゲートの選択だというのならばな。俺は狂気のマッドサイエンティスト、おーい今日は世界を騙すなど造作もない。やはりこの俺が世界を変えてやらねばならないようだな。うわ、ここ何日かやけに真面目だったのに、またいつものオカリンに戻っちゃったじゃん。でもね、でもね、マユシーはこっちのオカリンの方が好きだよ。ま、そうだけどさ、オカリンが変人じゃなきゃ僕も調子出ねえし。ほーい、今日はね、昔マユシーのことも助けてくれたんだよ。だから今度もね、きっとマキセ・クリスさんを助けられるよ。でもさ、今のムービーメールって結局どういう意味なん？世界を騙せとか意味不明だわな。それはね、マユシーもさっぱりなのです。お前たち、そんなこともわからないのかな。確定した過去は、血まみれで倒れているマキセ・クリスト。それを目撃した俺だけ。それ以上でもそれ以下でもない。クリスが血まみれで倒れていたのを見ただけ。そのクリスが生きていたのか死んでいたのかについて俺は観測していない。つまりあの時の場面について、こういう可能性だって考えられるわけだ。クリスはぶちまけられた赤いペンキの上にうつ伏せに倒れて寝ていた。そうだったんだ。
ちょい待ち。でもさ、マキセ・クリスの事件のことはニュースなんかでも結構報じられてるわけで。今は関係ないよ。あの日、7月28日のオカリンおじさんが何を観測したかが問題なの。そうなん?だから俺がやれることは、あの日俺が見た光景だけを再現すること。クリスを死なせないようにしてな。それと中鉢論文もこの世から葬り去らないといけない。できる。誰にものを言っているのだ、バイト戦士よ。バイト戦士。あえてもう一度言おう。この俺は狂気のマッドサイエンティスト、報道員教馬である。すでにオペレーションスクールドは俺の中で見えている。だが準備が必要だ。30分くらい。